暗号資産ビットコインの価格が上昇し24日の取引では一時3万5000ドル台をつけました去年5月以来およそ1年6ヶ月ぶりの高値です資産運用会社ブラックロックなどが申請したビットコインの現物の ETF 上場投資信託が近く当局に承認されるとの見方が広がりました需要が高まるとの期待感が相場を押し上げたとみられます